はい、どうもウェブサイトチャンネルです。今日も一緒に学んでいきましょう。今回のテーマはこちらです、ね、HTML と CSS でレスポンシブデザインですね。作りながら覚えるの第5弾のシリーズの今回2回目ですね。作りながらレスポンシブを覚えよう。2回目とは言ってもですね、1回1回ちょっとバラバラにしてるので、今回だけでもしっかり学んでいただけるんじゃないかなと思います。今回はですね、何をするのかっていうとですね、ヒーローイメージ、ね、ファーストビューというところにある画像を、画面のサイズによって変えようというのをね、やっていきたいなと思います。はい、じゃあ行きます。ダカダン。ね、レスポンシブっていうねフォルダを作ってですね、昨日やったこれ前回やったのはですね、こういうのをやったんですよ。こうやってこれがトントントンって縮んでいくとこうなりますよと、ね、でこれがさらに縮んでいくといい感じですよっていうのをやったんですけども、今回はこれのですね下に画像を入れたいんですよね。その画像を3パターン用意したんですよ。横猫、四角猫、縦猫なんですけど、これをねちょっと切り替えていこうかなと、画面のサイズによってっていうのをやっていきます。はい、まずですねイメージフォルダっていうのを作ってあげて、このイメージフォルダの中にこのさっきの猫ちゃんシリーズを入れますよ。こうやって入れます。でデモってですよ、デモってこれをエディターで開きます、ね、VS コードエディターで開きます。エディターでかくします。これもでかくしようかな。これもでかくしてエディターもでかくして OK。 はい、よし。でですよ、メインの中にヒーローイメージっていうのを入れますね。ヒーローイメージね。セクションにしようかな。はい。セクション、ID、ヒーロー、ファーストビューみたいな意味です。はい。で、この中に、画像を入れてあげてもいいんですけど、この中には文字入れましょう。文字。ね。レスポンシブを作りながら、まあ、な、分だ学ぶよと書いていますね。はい、はい、レスポンシブを作りながら学ぶよっていうねタイトルを入れます。でもってこれをそのまま見ると、まあ、こうなるわけですよ。こうなるわけですよ。でここに背景で入れようかなと今回は思ってるんですよ。なのでスタイルシート、スタイルシートの下の方にですね、ここに こうコメントで分けてってあげるとすごくね分かりやすいので分けてます。ヒーローっていう ID のところに何かするので、こうちょっとこういう風にしておきますね。でこれがレスポンシブに絶対必要なね、メディアクエリーって呼ばれるものですね。1024ピクセル以下、768ピクセル以下、480ピクセル以下、結果的に0から480、480から768、768から1024みたいなね、はい、でこのヒーローをに対してそうだな、高さを 100VH っていう単位を使います。 VW になっちゃって、でもってディスプレイフレックスジャスティファイコンテントセンターアラインアイテムズセンターで入れてあげます。そうするとこうなるわけですよ、ね、もうちょっと分かりやすいように背景ゴールド、ゴールド好きですよね、このよく使っちゃう、もう何
こうなるわけですよ。ね。100VH だから、画面いっぱいいっぱいって意味ですね。画面いっぱいいっぱい。で、ここに今から背景を、画像じゃなくて、猫を入れるんですけども、URL、イメージフォルダの中にある横猫入れます。横猫。そしたら、横猫、入ります。ちっちゃいんですね、もともとがね。本当は良くないんですけど、ちっちゃいのを引き伸ばします、今回はね。荒れちゃうからですね、引き伸ばすとね。はい。縦猫、横猫だ、入りました。これをそのまま小さくすると、まあこうなるわけですよ。これをもっと小さくしていくと、画面サイズをね、まあ、こうなっていくわけですよ。こうなっていくわけですよ。ちょっと尺じゃないですか。だから、まあ画面ポジションっていうね、ポジション使って位置設定していってあげてもいいんですけども、今回は変えます。768以下の時、四角猫にします、ね。で、480ピクセル以下の時、縦猫にしますね。縦猫。ちなみに、横猫。縦猫、四角猫です。四角猫は切り取っただけなので横猫と同じ猫なんですけど、縦猫はちょっともう違う猫ですね。はい、にします。そうするとどうなるのかっていうと、これ横猫ね、横猫からなってるか？なってないぞ、なんか。お？お？なってないのか？横猫のままだ。なってない。ちょっと待ってください。この隙間だ。こうおかしいままなんだ、ここ。ここに隙間がないとね、うまくいかないんですよね。はい。まあ、せっかくだから、ちょっとコピペしただけじゃなくて、いらないとこ消しておきますね。はい。そうすると、ね、横猫からの、ここが四角猫になって、ここが縦猫になるはずですね。はい。なりました。なったことが分かりにくいと思うんですが、ここ見てください。四角猫ってなってるでしょ。四角猫で、これをさらにちっちゃくすると縦猫ね、縦猫になりました。はい、なんかもうちょっと整えたいなね。こんなにいらないんですよね。まあなので、ちょっと小綺麗にすると、これ 100VH だったじゃないですか。まあ、パソコンはいいんじゃないですか。ここもいいか。スマホの時に別にこんなにいらないので、400ピクセルぐらいにしましょうか。その場合に縦猫よりも多分四角猫の方がいいんですよね。なので、こうしたら、なんで？考えろ。何が間違っているんだ？なぜかうまくいかないぞ。あ、いったいったいった。はい。ね。で、iPad。うん。いいじゃないですかね。四角猫で。iPad Pro。なんか端に行っちゃうな。ああ、こっちも四角猫にするか。
まあポジションは使わない、今回は頑張ってできるだけということで、ここで良さそうですね。こっから四角猫にしてね、でこっちは四角猫のまま行くから高さだけ変えちゃえみたいな、こんなんでいいんじゃないですか。入った、いいじゃないですかね、いいと思います。じゃあこの中の文字ですよ、文字ちょっとどうにかしましょうか。文字をヒーローの中の H の2に対して、まあ、背景をホワイトね、ホワイトだけど透けさせたいので RGBA ね、255の 0.5、 薄々ですね、薄々ね。でパディング30ピクセル、はい、これで、あ、いいじゃんね、いいじゃないですか。はい、もうちょっと大きくしようかな、もちろんフォントサイズ、36ぐらい、はい、いいと思います。レスポンシブを作りながら学ぶよって書いてますよね。でこれを1024、いいじゃないですかね、はい。そして768、まあいいんじゃないですかね。そして iPhone、 残念ね、はい、ここでそうだな、フォントサイズを変えようかな。違う、順番とか大事ですもんね、分かんなくならないようにね。パディングもそんなにいらないし、フォントサイズは3分ぐらいでいいのかな。いった、はい。ということで今回は、前回より簡単ですよね、これめっちゃ難しかったと思うんですよ、ここね。だからそれより簡単だと思います、今回はね。名前忘れたぞ、作りながら覚える第5弾ですよね、ここにあるのかな、はい。今回はこちらね、レスポンシブで作りながら覚えるの第5弾のその2ね、作りながらレスポンシブを覚えよう、ファーストビューをちょっといい感じにしてみよう、ヒーローイメージをちょっといい感じにしてみようというのをね、やっていきました。はい、ということで、今回はここまでで終わりにしたいなというふうに思います。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。概要欄にも参考された情報を載せていますので合わせてご覧ください。だいたいね、だいたい頑張ってほぼ毎日続いてますよね。なのでたまに休みますけど、まあほとんど毎日、日曜日以外は上がってくるんじゃないかななんて思っておりますので、はい、有益な情報を届けれたなと思っております。はい、では